そんな愚か者だから。伝説によればその姿は様々で、一般的な竜族とは大きく異なる者もいるという。それでも俺はすぐに竜だと分かった。全てを超越した存在に、万年同級冒険者の俺がかなうはずもなく。どう見てもスケルトンだよな。アンデッド、不死と呼ばれる魔物ではあるけれど、存在してはならないという神の摂理に反しているからだ。そう考えるとやっぱり俺は死んだのか。いやなしだな。俺はまだ死にたくない。あ、もう死んでるから消滅したくないか。ダメだ、混乱している。冒険竜の気配はもうないようだけど、とにかくまずはここを離れるか。大陸のあちこちにはさまざまだが、貴重な魔道具や宝が眠り、魔物たちがどこからともなく湧き出る。この魔物という存在も謎だらけだ。別に相談してみるか。あ、まずはどうにか話せるようにしないとダメじゃないか。あ、身体能力はかなり落ちているな。これじゃ一般人にも劣る。当然か、俺もあのスケルトンなんだもんな。いるはずもないか。あ、他の力ならどうだ。生き物の生命力を元とする気の力、気力だが、装備がある分俺が有利。気の力で身体能力を高め、攻撃力を上げれば。まだ生きていたか。